Hi, it's me, Aki. こんにちは、大西です。今日は Interchange Forth Intro。こちらの会話の解説をしていきます。今日は Begoing to 動詞の原型。未来の予定を表す会話です。こちらのテキストは要所で、ケンブリッジ大学が出しているものです。市販されていますので、下にリンクを貼っておきます。また、音源も Web 上で公開されていますので、下にリンクを貼っておきます。 ダウンロードが可能です。音読練習に使ってみてください。では行きます。page 72,exercise 2,conversation, birthday plans。まあ、えー、誕生日の予定ということですね。Angie と Philip の会話です。Are you do anything exciting this weekend? 今週末、なんか楽しいことするのっていうことですね。解説しますね。 be going to 動詞の原型で未来の予定を表します。be going to ということは B 動詞を使うので質問にするときは B 動詞を前に出します。なので、are you going to そして次に動詞の原型、do するという意味ですね。あなた何かする予定なのということです。この anything というのは漠然と何かというときですね。 具体的な名前がないわけです。何かする予定なのという意味になります。次に exciting これは形容詞でワクワクさせる、ワクワクするということですね。楽しいということになります。この anything とか something とか nothing というのは後ろから形容詞が飾ります。普通形容詞というのは名詞の前に置いて名詞を飾るんですね。例えば綺麗な花という場合 花という単語は flower ですね。綺麗な花の場合は beautiful flower というふうに beautiful この形容詞は名詞の前に入るわけですね。これは日本語と同じ語順ですね。日本語も綺麗な花と言いますよね。英語も形容詞は名詞の前に入るんですが anything, something, nothing に関しては後ろから飾ると決まっています。なので Are you gonna do anything exciting? で、なんか面白い何か、面白いことするのっていうことですね。This weekend, 今週末ということになります。発音のポイントです。Are you gonna do? この going to の部分は、英語を話す人,人たちは、話す方々は、going to がよく短くなってつながって、gonna となります。Are you gonna do? となるわけですね。 これは、こう言わなければ伝わらないということではありません。Are you going to do anything? って言っても全然 OK です。ただ、英語を話すようになると、がなっていうのはよく使うと思います。そしてよく聞くことになるので、聞き取りのために慣れておいた方が良いです。なので、going to の部分をがなで読んでみますね。Are you gonna do anything exciting this weekend? っていうことですね。 あと、weekend の発音なんですが、カタカナで weekend ってなっているので、week の後にうを入れる方が結構いらっしゃいます。でも、week と言ってしまうと、くと言ってしまうと母音で終わるので、これは思い切りカタカナなわけですね。私たちの美しい日本語としてはそれで良いのですが、英語は week ではなく、k の発音はく。 っていうね、この息なんですよね。そして次、エンドにつながりますから、weekend、weekend、weekend じゃなくてケ、weekend、けですね。weekend となります。そして、単語の最後の d っていうのは、ほとんどが声が飲み込まれて音にならないです。この d っていうね、 発音できる口の形では終わるんですが実際は前の「E の部分が強いのでお尻は弱くなっちゃって声が飲み込まれちゃうんですね。なのでこんな感じ「weekend」「weekend」ねっ「ド」っていうのがしっかり聞こえない飲み込まれちゃうこれは自然なリズムになると勝手になりますお尻言っちゃいけないんだって思う必要ありませんそうじゃなくて強く読む位置を確認しましょう 英英単語も英文も文すてですね発音も大切なんですけれどもそれ以上にもうそれよりそうですね10ミリぐらいは大事なストレスの位置ですね強く読む位置の方が大事です。この強弱 によって高低差が生まれるので、これで英語はリズムができるんですよね。なので、リズムはめちゃくちゃ大事です。特に私たち、日本人にとっては日本語がすごく平坦なリズムの言語なので、平坦に読むことに慣れています。当たり前ですよね。日本人なのでだから。英語。 話すときっていうのはこの強弱強く読むストレスの位置が必ずあるんだっていうことを意識してくださいうまく読めない単語っていうのは強く読む位置が分かっていない可能性が99%ですなので強く読む位置を確認しましょう必ず母音のどこかですあいうえおの母音のどこかなんですねなのでそれを確認しましょうインターネットとか辞書とかを引くと発音記号の上に上にこうちょんとね あの、払ったようなサインが載っています、記号が。その部分が強いわけですね。なので、これも、we can, we k e n 最初の e の部分が強いわけですね。はい、ということで、もう一度、Are you gonna do anything exciting this weekend? あ、もう一個言うの忘れてました。sorry.exciting な発音もですね、この exciting この t ですね。t が イギリス系の英語に影響を受けている方だったら exciting, ting っていうふうにちゃんと t を言うんですけどアメリカ系の英語に影響を受けている方だったらギ行っぽくなります母音と母音に挟まれた t はアメリカ系の英語に影響を受けている人はギ行っぽくなりますだから exciting, exciting はっきりとらではないんですが日本人からするとちょっとギ行っぽいと思っておいて良いです exciting リングになるということですね。これはアメリカ系の英語に影響を受けている人です。これもですね、知っておかないとちょっと聞き取りの時に分かりづらいので、慣れておきましょう。慣れるというのはどういうことかというと、自分が言えるということです。ご自身が話す時は正直どっちでもいいんです。お好きな方で大丈夫なんですが、聞き取るために、えー、まずは言えるということは大切です。ですね。OK。Are you gonna do anything exciting this weekend?Well? I'm gonna celebrate my birthday. はい。well, んっとねーですね。はい。これは本当によく出てきます。バツナギの言葉ですね。えっとねーと。I'm gonna celebrate. はい。be going to 動詞の原型。この動詞の原型が celebrate。はい。これは最初の e の部分が強いところです。celebrate。これはお祝いするという動詞ですね。my birthday 自分の誕生日ですね。 僕の誕生日をお祝いする予定なんだと言ってるわけです。すると、Angie が、Oh, Happy Birthday! 知らなかったみたいですね。フィリップの誕生日ってことをね。なので、ああ、そうなんだと。おめでとうと言ってるわけですね。When is it exactly? Is it? はい、When is it? はい、いつそれはということですね。B 動詞は前後をつなぐだけなので、いつですかそれはということです。 「exactly」というのは「正確に」という直訳になるんですがまあいつなのっていうことですね日本語的には正確に知りたい時日にちをズバッと知りたい時に使いますね正確にという副詞になりますこの「exactly」もこの t がですね結構飛びがちです「exact」っていうのが形容詞で正確なこれに ly がついて副詞になって正確になんですが exactly この t が飛んじゃいがちです。すると、It's August 9th, Sunday. はい、それは8月の、えー、9日ですよと。えー、日曜日ということですね。So, what are your plans? じゃあ、さてということですね。So, でみたいな感じですね。でという、これもバツ投げですね。で、What are your plans? なんですか、あなたのプランズはと。 計画は、予定はっていうことですね。I'm gonna go to my friend's Kayla's house. 僕は行く予定ですと。はい、どこに ?to my friend Kayla's house。はい、私の友達ケイラのお家ということですね。はい、ちょっと左から確認しましょう。I'm going to go 行く予定ですね。be going to の後に動詞の原型をセット。 はい。B going to をセットすると未来の予定になるんですね。行く予定と言ってますよね。そして次の Go to の To。この To は前置詞の To。矢印です。この To を結構忘れがちな方が多いんですね。お話しするときに。Go my friend k a e l a s house って言ってしまう方が結構いらっしゃるんですが To。矢印ですね。Go というのは行くという自分で自己完結の動詞です。ね。何々をの部分は取れないんですよね。何かを行くとは言えないからね。 なので、私は行く以上なんですよね。SV で終わりなんですよね。なので、どこに向かっていくのか、方向がいるんですよね。なので、矢印の t o を持ってくるわけです。My friend、私の友達である k イ y l a s house。はい、ここですね、ちょっと面白い文法なんですけど、こうやって私の友達の k イラ l a っていうふうにこうやって続けることができるんですね。同じ、 人なんですよね。これ。my friend とケイラは同じ人なんですよね。こういうふうにつなげることができます。私の友達のケイラっていうふうに続けて言うことができるわけですね。ここがもし私の高校の友達のケイラだったら、my high school friend ケイラとなるわけですね。はい。そしてこのケイラ 's house のアポストフィー S ですね。ケイラ 's この図っていうのは何かっていうと、これは所有を表します。ケイラのお家だからですね。 これは必ずいります。ケイラハウスじゃなくてケイラズハウスですね。ということになります。ケイラのお家に行くんだよと。シ o ス a s クックスペシャルディナーフォーミー。はい。彼女は料理する予定ですと。何をスペシャルディナー。A 特別な料理を私のためにと言ってるわけですね。はい。cook という動詞は、これは料理をする。火を使って料理するという意味ですね。 もちろん、広くはメイクでもいいんですよね。メイクは作るという意味で広く使います。ク o クは基本的に料理、えー、火を使って料理するものですね。だから、えっとサラえっと、サラダを作るとかにいちいちクックは使わないですね。火使わないからですね。はい。なので、クックは火を通して料理するものですね。あと、ク k クっていう単語についてちょっと注目をしておくと、ク o クは動詞で料理する。あと、 名詞で料理人という意味があります。料理をする人ですね。これは一般人に使います。例えば、I'm a good cook というとどんな意味でしょう。私は good cook いい料理人です。だから料理がうまいということなんですね。I'm a good cook 私は良い料理人。料理がうまいということですね。この時の cook は名詞なわけです。ちなみにシェフは プロですね。お金をもらって料理する人のことですね。はい。では次。えー、ナイス。いいね。と。この合図はぜひ使っていきましょう。発音も簡単ですし、漢字がいいですよね。相手が何かいいことを言っている。その人にとっていいことを言ってるんだったら、ナイス。ね。これ簡単ですよね。いいね。と言ってるわけですね。Is she gonna bake a cake too? はい。B 動詞を前に出して質問を作ります。彼女は、 ベイカ・ケイク。ケーキを焼く予定なの焼くのと。ケーキもということですね。最後のチューっていうのがあるともということですね。スペシャルディナーを作るっていうのは聞いたので、ケーキも焼く予定なのと言ってるわけですね。はい。ベイクという動詞を使うときは、オーブンで焼くときですね。はい。ベイカ・ケイクでケーキを焼くと。で、日本語ではケーキと言いますよね。カタカナで。ケーキね。 全部均等に言います。最後母音で終わるのが日本語だから、ケーキと言ってしまいますが、キじゃなくて、ケーク。ケークですね。単語の最後の E は読みません。だから実際、ケーで終わりなんですね。ケーの発音はクっていう発音だから、ケークですね。はい。Bake a cake? ケーキおく。?Oh, I'm not sure。あーん、わかんないなーってことですね。はい。えー I'm not sure っていうのは、I don't know よりもちょっと柔らかい言い方なんですね。I don't know だとちょっと知らない、わからないって結構ぶっきらぼうに聞こえることがあるんですが、I'm not sure ははっきりわかんない、よくわかんないという感じですね。sure っていうこの形容詞は明確なって意味なんですよね。だから明確じゃないからはっきりわからないっていうことになります。はい。 ではもう一度私の後にリピートしておきましょう。できるだけ感情を込めていきますよ。Repeat after me. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure.OK、okay.。1個言い忘れていました。えー、上から4行目。Fourth line の、no. It's August 9th。この日付の言い方ですね。日付は助数で数えます。まずは野球のベースを思い出してください。野球のベース1類は First ですね。2類は Second。 三類は third ですよね。まずはここが最初。1日は first。2日は second。3日は third となります。first、second、third ですね。そして4日からは数字に th を足していくのが基本です。fourth、4日。fifth、5日。sixth、6日となっていきます。なのでこの ninth は9番目の日、つまり9日という意味になるわけですね。 はいでは、下に音源がありますので死ぬほど <laughs> 頭おかしいくらい音読をしてみましょう。イメージと文法が分かったら頭おかしいぐらい音読するんです。そして言い慣れること、まずはね。そして感情を込めて言い慣れること。そしてあなたの感情とあなたが話すこの英語が一致してくると自分の中に入っていきます。 もう、アンジーとフィリップにどれだけなりきれるかっていうところですね。そこを楽しんでいってみてください。Okay, thank you for listening. See you next time. Bye!